はい、どうもこんにちは。こんばんは。こんばんは。疲れた。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お仕事が学校とかね、どうですか最近。最近ですか。はい、仕事がないですね。まあコロナの影響とかもね、ありますからね。はい、あるんでね、そこはもう頑張ってください。はい、個人の力で頑張って。聞いたくせに。聞いたくせにやないか。いや、そこじゃなくて、釣りはどうですかって。去年に比べたらなんかまだ釣れてる方じゃないですか。ああ、そうです。うん、楽しんでます。楽しんでます、楽しんでます。そしたらもう一番、それが一番だ。そう、我々エギングメインの釣りになってますけど、はい、使用してるタックルリールですね、今日ちょっと持ってきてもらったんですけど、16セル程度ですね。はい、これが、メインのエギングタックルのリールになります。はい、マークにセオリーですね。でですよ、オーバーホールなんかやったことあるんですけど、うん、あのメーカーに出して自分でメンテナンスなんかやったことないですよね。なんで今回ちょっとメンテナンスの方をね、はい、やっていきたいなと。あ、それでリールを持ってこいと。そうです。やりました。メンテナンスやってます。やってないです。やってないです。なんで教えて。メンテナンスの方をね、教えてよ。いや、今日やっていくねメンテナンスが、オイルを刺すメンテナンスですね。使用するオイル、こちらダイワ専用のリールオイルですね。でキッチンペーパーをね、今日はね使います。マー君のセオリーの方からやっていきたいと思います。ここね、ドラグノブっていうのかな、ここを開けます。こんな状態ですね。やらしい。これシャフトっすね、メインシャフト。ここが一番リールの中で一番駆動する場所ですね。 この中側を拭くってことなんですか。そうですね、まずちょっとその棒みたいなのを拭くってことなんですか。はい、拭いてる時の顔どんなね、ほら、うん、うわー、汚い。これをね、綺麗にまず取ってやるっていう作業ですね。取りましたら、オイルをね、刺していきます。このオイル、塗りすぎるとグリスが取れたりとか、リールがベタベタになっちゃうんで、ほんと少量でいいんですよ。それどのくらいかをじゃあちょっと、ちょっと見ましょうね。ティッシュ越しに。そしたらこの水滴出るでしょ、こんな。はいはいはい、はい、Yes, yes, yes, 見てます。これを Yes, yes、 ちょっと、はあはあはあ、中に入れてやる感じなんですね。ですね。で、回してやります。なじませる感じですね。なじませてる時の顔は今汚れがこう上がってきた感じってイメージしてください。あ、来た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 。黙ってますね。あ、青をハモりました。あ、あ、来た。見えます。ダマですね。はい、見えます。見えてます。いや、さまし、あ、あ、もう若干違いますね、やっぱり。あ、本当ですか。はい、もうこれだけでここは終了です。これだけで OK です。はい、続いてハンドルの方のね、これの、中に入っているベアリングの方にね、オイルを刺していきます。ここも、オイルはちょっとでいいです。で、ね、ここね、あんまりオイルを流しすぎたら、はい、中のグリスがね、取れちゃうらしいんで、ここもさっきと同じような要領でダムを作ってやると。外側のベアリングですね。なるほど。中の方にこうベアリングが入ってるんで、ここの方ですね。してもらったんです。はい。ちょっと回してみましょう。ここ回せばこう回るんで自動的に。なじませる感じですね。オッケーです。イエース。はい。こちらも開けてやっていきます。ね、こんな感じですね。ね。ハンドルのこの部分ですね。この部分。ね、そうです。そこにもこの回転がかかるんでね、ここにもオイルを刺していきます。はい、続いてここラインローラーのとこですね。ここの部分に刺していきます。まずちょっと確認してほしいのが、こうちょっと回してみて、小指で回るかどうか。まず、はい、これ回んなかったらもうオーバーホールですね。ここ問題ないんで、このままオイルをね注入していきたいと思います。ここはね、多めに塗っちゃって全然大丈夫です。はい、ちょっと回してやってね、なじませてやって、回してやって。以上でね、オイルだけのリールメンテナンス完了です。マークちょっと巻いてみて。よし、違う、全然違う。おお、いい感じ、滑らか。全然違う、滑らか。以上でね、オイルのメンテナンス完了しました。はい、いかがでしたか。
良かったと思いますよ、うん、なんか気持ちよかったですよ自分も気持ちもやっぱりリールをねぎらうっていうのは大事ですね。まあ道具を大事にする人はね超過にもつながるのかなとですね、はい、簡単にできるねメンテナンスなんでほんと10分程度ですよ。ささってできる。ぜひね、はい、皆さんもやってみてください。ってことでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。